おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。11月4日木曜日の全国のお天気をお伝えします。北海道や東北、東北から九州の日本海側では日差しが届くところもありますが、雨の降るところが多くなります。強まる雨や雷雨などにもご注意ください。一方、東北から九州の太平洋側では日差しが届くところが多くなります。ただ静岡県や山梨県、近畿や山陽、四国ではにわか雨の可能性があるので、空の変化にお気をつけください。西日本や東日本では20度を超えるところが多く、昼間は過ごしやすくなりそうです。朝晩ひんやりとするので、一日の気温差、体感差にお気をつけください。北海道は昼間も日差しが乏しく、ひんやりとした体感です。暖かくしてお過ごしください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。